香港鉄路有限公司は、香港における独占鉄道事業者である、鉄道事業のほかに、オクトパス発行やバス路線の運営、鉄道沿線の不動産開発などの事業も行っている。1975年9月、香港政庁の全額出資により地下鉄路公司として設立された、香港の地下鉄である MTR の運営を担ってきた。 1960年代まで香港の市街地は、香港島と九流地区に限られてきた。しかし、1970年代以降は、人口増加により、旧市街地が手狭になった。また、マクレホース総督の下で、香港成長は、自由法人から積極的不介入へ、方針転換し、必要な公共事業に着手し始めた。その中に、 郊外でのニュータウン建設や、こうしたニュータウンと旧市街を結ぶ交通機関としての地下鉄の建設があった。1979年、三、堤線が最初に開通した。その後、1982年に湾線、1985年に港東線が開通し、各路線の延長も継続して行われた。さらに、1998年の 香港国際空港の開港に合わせて、ほぼ並行して建設された東優先と、機上海線が開通した。2000年4月に株式会社化及び、私鉄有限公使への解明が行われ、同年6月に公募により、全株式の23%を放出した。同年10月には、香港証券取引所に、株式上場し、2001年以降は、反戦指数の組入れ、 銘柄となっている。なお、上場後も香港政府が、同社株式の過半数を所有し続けている。さらに、2002年に、将軍育戦2005年には、香港ディズニーランドの開園に合わせて、進む市に船も開通した。2006年4月に、香港政府と地鉄の間で、急行鉄路の一部資産上渡や、路線運営権の付与に関する合意がなされた。 2007年10月9日の株主総会において、事実上の KCR 九州合併が承認。これに基づき、2007年12月2日、私鉄有限講師は、現在の名称に改名し、旧、MTR と KCR の路線は、香港鉄路として一体運営を開始した。なお、英語名称は、MTR のままとされた。北京地下鉄。 編集北京地下鉄4号線人民大学駅4号線、大港線、14号線と16号線を運営する。北京地下鉄4号線への投資のため、北京市政府の関連会社である、北京市基礎接種投資有限公司北京市と創業中、大有限公師と、企業コンソーシアムを結成した。2005年2月7日に、北京市との間で30年間のボットに合意し、2005年4月8日には、 北京市軌道交通建設管理有限講師との間で4号線の路線及び起電工事の受け負い契約を締結した。2012年に14号線と16号線の経営権を取得した。上海地下鉄編集2002年、上海市政府の関連会社である上海投資市準講師との講師により、上海公鉄建設管理有限講師を設立。 9号線の設計と試行を受け持つ。9号線は全長 31km、走行費は129億元。2007年が開通する。また、8号線と11号線の設計顧問にもなっている。新線地下鉄、編集新線地下鉄4号線の電車4号線を運営する。現地法人として、港鉄機動交通有限講師を2004年3月に設立。 2005年5月26日に新選市政府より4号線の2040年までの経営権を取得し、4号線第2期工事を受け負うことになった。4号線第2期工事は第1期部分を少年軍駅から新古駅駅へ北へ延長するものであり、2011年6月16日に開業した。2010年7月1日には正式に経営権が移された。 甲州地下鉄、編集1号線と5号線を運営する。甲州地下鉄集団との合示により、企業コンソーシアムク港地下鉄を設立し、2012年に1号線、2017年に5号線の経営権を取得した。マカオ、編集2018年に港鉄有限講使を設立し、マカオ景気鉄路、タイパ線の経営権を取得した。ロンドン、編集詳細は、 クロスレールを参照クロスレールとサウスウェスト鉄道を運営する。2015年に完全子会社 MTR コーポレーションリミテッドを設立し、クロスレールの経営権を取得した。2017年にファーストグループとの合弁会社サウスウェスタンレールウェイを設立し、元運行会社サウスウェストトレインズからサウスウェスト鉄道の経営権を継承する。2007年に アリーバトの講師により、企業コンソーシアム、ロンドンオーバーグラウンドレールオペレーションズリミテッドを設立し、ロンドンオーバーグラウンドの2016年までの経営権を取得した。ロンドン北部の近郊、通勤列車を運行した、ストックホルム、編集、MTR エクスプレスの車両、フラート1074型ストックホルム地下鉄及び、 ストックホルムヨーテボリカンのインターシティ列車 MTR エクスプレスを運行する2009年子会社 MTR のレディック AB はスウェーデンの首都のストックホルム地下鉄の運営権を獲得し11月に運行を開始した2015年3月からはストックホルムとスウェーデンで2番目に大きい都市ヨーテボリカンのインターシティ特急列車 MTR エクスプレスを運行するメルボルン 編集メトロトレインズメルボルンによる近郊通勤列車を運行シドニーメトロ編集ノースウェスト線の列車を運行2018年8月 MTR 左中線の手抜き工事に関連して CEO の両国権と皇帝総監が任期満了前に辞任する事態となった2019年に発生した逃亡犯条例改正案反対デモでは 抗議活動が発生した駅の閉鎖や列車の運行規制を行っていることが警察や政府に協力的だとして、当鉄とデモ隊の標的となっており、これまで多数の駅で券売機や自動改札機などの設備が破壊されたり、出入り口のガラスが割られ放火されるなどの被害にあっている。一方で中国政府からもデモ隊を支援していると批判されている。ありがとうございます。